今から話すことは、初めてエンタメ横丁でバイトをした時のことです。無事に終わりました。俺のサポート完璧でしょ。ありがとうございます。ご迷惑をおかけしないよう早く仕事を覚えて頑張ります。頑張ろう。はい、頑張ります。頑張ろう。ゆっくりでいいからね。未だに遥かなんてミスするし。ごめんなさい。ね、マジで。ゆきちゃんも行きまで一緒に帰ろう。はい、あ、荷物持ってきます。ゆきちゃん、幽霊出るから気をつけて。ちょっとそんな驚かしてどうすんの。大丈夫、冗談だよ。忘れ物しちゃったのかな。さっきステージを見に来てた子供たちだよね。お兄ちゃんはどこ行っちゃったのかな。出たね。いやー、出ましたね。ゆきちゃんはやめるかな。バイトでしょ。バイトかな。じゃあ、行きますか。よし、行こう。30分ほどで目を覚ましました。話によると、お兄ちゃん、弟、妹の幽霊が時々驚かせに来るそうです。害は一切ないので、見て見ぬふりをする。今も私はエンタメ横丁でバイトをしています。
該当しています。